ティス、ブラッケです。ですね、今日ちょっと取り急ぎの動画になります。今日僕ですね、ちょっと昨日ですね、昨日、僕の自分のおばあちゃんがですね、ちょっと亡くなってしまいまして、で、今日仕事、お店を休みして最後のね、挨拶というかね、におばあちゃんの家に行くのにお仕事休みにしてて、朝からね出かけてたんですけど、先ほど今11時過ぎなんですけど、こっちに戻ってきて、朝何もメンテナンスしてなかったので、ちょっと霧吹きとかね、うんちの掃除とかだけして帰ろうと思ってお店に寄ったところですね、そろそろかなとは思ってたんですけど、見えます？ちょっと汚くてすみません。でも見えますよね、月丸さんが卵を産んでました。で、月丸は一応ね、前回有精卵を産んでいるので、これも有精卵の可能性はあるんですけど、まだちょっと1個しか見当たらないんですね。で、もしかしたらもうちょっとしたら2個目産むかもしれないんですけど、もしくは2個目どっかに産んでいるのかもしれないんですけど、今ちょっとね見当たらないので、とりあえず今見えてる1個だけ先にちょっとね回収しちゃおうと思います。もしかしたら2個目どっかに産んでるかもしれないんでね、ちょっとそれを探したいと思います。じゃあちょっとね開けていきますね。まずはね、中のレイアウト用品を出していきましょう。で、つけまティさんはどこにいるんだろう。つけまティさんも今いる場所を確認できてないんですけど、つけまティさんはどこに、どちらへいらっしゃるんでしょうか。樹皮もどかしてですね、このコルク樹皮のところにもいないな。じゃあこちら、ありましたね。同じこのコルク樹皮のところにいました。ちょっとつけまティごめんね、ちょっとつけまティごと移動します。あ、2個とありましたね、もうね見えます。お疲れ様、つけまろ。こちらにですね2個卵があったので、こちらにまずマーキングをしていきます。はい、じゃあちょっとね、つけまろお疲れ様、ちょっとねごめんね、ちょっとこっちに来て。はい、どうぞ。いや、よいしょ、一回降りてください。降りてくれないと俺マッキーでマーキングしたいんだわ。はい、じゃあこちらにね、つけまろが産んだ方向でマーキングをしていきたいと思います。よいしょ、でちょっと今ね急ぎで来てるんで、とりあえずキャンドリングをしてみましょう。はい、今ちょっとねスマホが一つしかなかったので撮影できなかったんですけど、キャンドリングしたところはおそらくまた有精卵2つとも取れたような感じがします。また機会があったらね、そのキャンドリングのところもねちょっとお見せしたいと思うんですけど、この3月13日、26日前ですねに産んだ卵も、有精卵で今のところ多分順調に育ってると思うんですけど、そちらと一緒にですねこちらのプリンカップで同じように管理していこうかなと思います。3月13日の1クラッチ目から26日目にね2クラッチ目月丸さん産んでくれました。じゃあ赤玉土を湿らした、湿らしたってもほんとちょっとね水分がある程度なんですけど、そこにですねちゃんと穴が開いた蓋をしてですね、最初にあったこの真ん中あたりですね、どうしようかな、こんなそのままこんな感じでいいかな、
の向きで入れていきたいと思います。ちょっとレイアウトをね戻していこうかなと思います。まあね、前回ワンクラッチ目を産んだ後にね、ツケマティさんが、まあ、ツケマティさんもね無精卵産んでるっていうことがあったんですけど、まあ、今回ね、前回のツケマティの無精卵は、まあ、もうロッククラッチ目なので、まあ、もしかしたらツケマティは今度はねさすがに明日とか産まないかもしれないですけど、まあ、ツケマティの様子もねちょっとしばらくはしっかり観察しておこうかなと思います。無精卵とはいえねしっかり餌食べさせないとねやっぱ栄養を卵に持っていかれてしまうので、本当に産卵中のねメスはしっかりケアしてあげるように、無精卵であれ有精卵であれしていきたいなと思っています。で、肉を、まあ、とりあえず肉ラッチ目まではねこのプリンカップで一緒に管理していこうと思うんですけど、まあおそらくですね、まあ25度で約60日が平均って言われているので、孵化までが無事帰ったとしてもね、おそらく24日後、24じゃないか、今日26日でしょ、まあ、次も26日で産んだ時にね、まあまだワンクラッチ目帰ってるかどうかわからないので、まあ、もしそうしたらまた卵のねケースを改めて用意するようにねなるのかなとは思うんですけど、まあ3クラッチ目産んだ時はね、まあ、その時はその時でまた管理の仕方はね考えたいと思います。じゃあとりあえず霧吹きをして、じゃあねクレスたちを戻していきます。はい、まずはじゃあツケマティさん、はいどうぞ。ツケマティもでもお腹の感じからいくと産まないとも限らないですね。はい、ツケマティおいで。はい、今日はまあね直後だと思うので、明日またねご飯はしっかりあげたいと思います。はい、というわけで今日はねもう本当に喋りながらのね取り急ぎ動画で、ちょっとねうまくまとまってるかわからないですけど、まあ、つけまろさんが無事有精卵にクラッチ目を産みましたというご報告でした。ちょっとクレスの繁殖に関してはねちょっと改めてまた動画ね作りたいと思いますので、まあ、僕も今回クレスのブリーダーさんにもねいろいろアドバイスいただいて、それ皆さんにねシェアできたらと思ってますんで、またね動画見ていただけると嬉しいです。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。プラケでした。バイバイ。